大倉国彦大倉国彦4月9日から1971年7月25日は日本の実業家、教育者、大倉洋子店会長。現在の神奈川県横浜市港北区大倉山に大倉精神文化研究所を創設。第10.11大東洋大学学長。大倉木八郎の大倉財閥とは全く関係がない。 大倉精神文化研究所1882年4月9日、佐賀県神崎郡西郷村の氏族、江原家に生まれる。1902年に、旧正佐賀中学校、1906年に、上海の東亜道文書院を卒業の後、大倉洋子店に入社。社長の大倉文治に見込まれて、婿養子となり、その後社長に就任、事業を大きく発展させる。 日本の教育界、思想界の乱れを憂えた国彦は、教育の重要性を解き、資材を投じて、東京目黒に、富士見幼稚園、郷里である、佐賀県西郷村に、農村工芸学院などを開設したほか、この考えをさらに広く普及させるべく、1932年には、現在の神奈川県横浜市港北区大倉山に、大倉精神文化研究所を創設する。また、 1937年、第10代東洋大学学長に就任し、在任は2期6年にわたった。このほか社会教育会理事、収容団評議員、神奈川県武道会評議員、神奈川県昭和塾顧問、聖徳大子法参会評議員、町田法徳会評議員、日本文化協会評議員、国際文化振興会評議員、日本文化中央連盟理事、 中央協会団体連合会調査委員、大分洋講主小田原製紙株式会社社長、特殊製紙株式会社社長、大倉製作所主、日本金網、株式会社監査役となり、太平洋戦争中は、大西区産会や大日本産業報告会などの、初団体でも、要職を務めた。戦後間もなく、永久戦犯容疑で、菅野プリズンに拘禁されたが、 後に県議が晴れて釈放され、研究所理事長、県所長に復帰する。戦中戦後の混乱期に研究所は何度も、存亡の危機を迎えたが、国彦は全資材を投げ打って研究所の維持に、尽力した。1961年、大倉洋支展開長となる。1971年、数々の功績が認められ、教育功労者として、 軍三等局実中受賞を賜る。同年7月25日に成去。去年89、号を三空孤児と称した。東洋大学は1937年の学長選考にあたって、学外から大倉国飛行を招編した。学外者に就任を要請した背景には次の三つの問題があった。思想的な問題。 戦時下の当時では超国家主義への右翼的、革新が叫ばれていたが、大倉は言論界の革新陣営に、花肌好評であった人物で、東洋大学の見学精神と大倉の堅持する精神とが全く合致するものであることを強調し、本学への協力を混望したのである。経営問題から1937年には、学生数600人、 新入生270人を予想して予算が立案されたが、実際の学生数は377人で、収入は予想額の4割の大幅減であった。このような慢性的な悪化状況にあった、大学経営の打破を、財界において、数社の社長を兼ね、相当な財力、経営手腕を持っていたオクラに期待したのである。 学内教員の問題から1931年頃からの学祖の精神に帰れという復興運動の根底には東京大学依存の教育体制を徐々に改め私学の独立を期すという目的があった。哲学館以来東洋大学は東京帝国大学の出展と言われて東洋大学の学歴のみで教団に立つ者は絶無の状況であったのでこういう側は 新たな学長を擁立して、東洋大学民族主義を促進しようという政治的意図があったのである。戦前の東洋大学原町校舎それまで、教育においても研究においても、不信続きであった、東洋大学に、学問も、具体的な形で社会の役に立たなければならないと、考えていた大倉は、その後、卒業生の活動分野をより一層拡大、強化することを狙う。 そして、福利教養講座、満州講座を発展させ、1939年に専門部拓殖科、1941年には専門部経済教育科を新設したのである。それまで文科系短科大学だった東洋大学にとって、これら二学科の新設は新たに社会科学系の分野を開拓しただけでなく、学生の就職をサポートすることにもつながった。 一時は三百七十七人にまで激減した。学生数は、大倉の施策によって、減少傾向はとどまった。その後は、学部、予科、専門部とともに、学生数が増加し、六年後の九百四十三年度には四百九十一人にまで増加したのである。大倉先生は就任以来六カ年、ついに終始無法級で放任されたのである。のみならず、 たびたび資材を本学のために投じてその学術に十数万円の巨額に達しているのである。この二十三の事実の前にも我々は先生のご心音を修正忘れることはできない。東洋大学五国解放第十一号昭和十八年十月。ありがとうございます。